画家の佐藤渉です。鉛筆で絵を描いたりコラージュしたり油絵やペインティングをしています。全部描きたくなっちゃうんですよ、頭に思い描いたことを全部。だから脈絡なんかどこにあるのか分かんないものがどん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 出てくるんです。だからそれを描いてどんどんつなげていくんだけど、言ったら始まりは真っ白絵だから何描いてんのか本当に全然分かんないんです。だから何なんだろうと思うんです、本当に。だから多分答えないんだけど思ってるビジョンはあるんです。そのだけどそれが何だか分かんないまま、あとそれがちゃんと書けないままずっと動いてる。朝起きた時になんかまずなんか絵描きたいと思うんだけど、それが別全然作品今作ってる作品と関係ないことが多くて、そしたらその場で趣味も絵だからとりあえず描いていくんです。で描いたらすっきりして、そう作品は作品でまた別で、趣味は趣味で別で描いてます。これはシリアの内戦でっていうのを朝のヤフーニュースで見た時に、ね、結構何とも言えない本当に気持ちになった時に、だから外部から来て自分でどう受け止めていいか分かんない時にも書いて消化するじゃないけど、そういうこともありますし、何が起きてるのか。だからよくその表現はマスターベーションだとかっていう人いるけど、僕の中ではマスターベーションじゃなくて排泄に近いんです。そう食べたものを出す、分かんないことをその一度体の中に入れて出すっていうのをずっと繰り返してるような感じで、だからマスターベーションと排泄だからね、本当は趣味はね何ですかって言ったらうんちすることって僕は言いたいですけど言えないですよね四六時中絵のことを考えてるから、だから寝る時も言ったらここで絵描いて、それでギリギリまで描いて寝る。朝起きてご飯食べて支度をして外に出てアトリエに行くと、それまでのその感じが失われちゃう感じがあるので、だからできるだけ生活空間とその絵を描くところが同じのがいい。自分の中ではこの部屋でできることを地続きでやってる方がいいかなって。アーティストっていうのはセレブリティでもないし、ただの僕は絵を描く人だから、みんなと同じような感じの中で作ってることの方が僕は面白いような気がしていて、だからこの脳みそをお見せするときにラグジュアリーとかなんかそういうキラキラしたものが別になくてもいい。でみんなと同じように普通に朝シャワー浴びて出勤するように普通にの中でやりたい。